ちょ、もう一回だけやってみよう。これでダメだったら、ダメだと思う。あ、返した！かっこいいね。修理。今、見るとこないか。なんかもらうか。てか、アッパーってどうやって出るんだっけ？あ、ちゃんと操作があるから。うんうん。これ、ね、打ち上げからのコンボとかあるのかな？こっちの方が使いやすいかな。まずこっちからもらおう。アッパーこれですよね。うん。で、よしが、下に打ち下ろす。あ、これか。はいはいはい、わかった。まあ、勝手に自然に出ることもあるでしょうね。あれぐらいの連携だったら。じゃあ、新しい技を覚えたから試すだろうということで。OK。はいはいはい。打ち上げは、へぇ。まあ、全然格ゲーとかより、そんな複雑なわけじゃないんですけど、戦闘にね、自分の興味でバリエーション持たせられるとかはいいかな。よいしょ。お、こういうやつはなんだ、どうする？掴みか。ダメじゃん、マジか。チャンスを待つべきか。ああ。まあ、ガードしてるやつには掴みかなと思ったけど、そういうわけでもないんだね。少し待つしかないんだ。うんうんうん。ダウンしてるやつにも入るんだな。なんか上取りたいが取れない。これは？おや、なぜ敵が投げ飛ばされてきた？へえ、この人武器とかないんだ。最強だね。原来是小雷。我是为变形钻来的。変形ドリのことでお伺いしました。ドリを使ってトーチタワーを登らなければなりません。遠離是非多年、如今身手如何还未可知。置いてある機械土偶で準備運動をするといい。わしが教えて、わしが鍛えてあげる。鍛錬だって。ミッション達成。はいはい。ジャンプ。時間だけかかりましたが。まあ、いろんな派生というかね、攻撃のバリエーションがあるんで、まあ楽しく遊びましょうって感じかな。空中もこういうふうに、多段かけるときもある。不错。仍有当年王牌技师的风采。你这机械拳。潜力無窮。プレスブロー。这招只是小技。まあ確かに小技っぽかったなと思うんですけど、なんといってもフィストは機械じゃ。パワーアップしたければ軍団の機械の力を借りるしかない。なんか師匠が機械使うことに別になんか目くじら立ったりしないのは優しいなと思いますね。下のエリアにはバイスというエーボスがあって、そいつがスレージを持ってるらしい。時間紧迫。小雷、並非我小瞧你。以你现在的力量。決して過小評価しているわけではない。じゃが今の話では単独戦には無理じゃと。没有，先除去。好吧。方才我教你的蓄力重拳，除了掷体。先ほど教えたプレスブローは敵を攻撃する以外に。铁狗所设的隔离门。隔離門を破壊できる。
鉄の犬って書いて何て読むんですかね。鉄拳なんかな。それはちょっとかっこよすぎるからね。まあ、敵のその兵隊のことかなと思うんだけど。まあ、というか敵組織の名前かなと思うんだけど。さっきの技どうやって使うんだ。まあいいか。そのうち、わかるかな。修理してもらいまーす。ここが合ってるのかよくわからん。引っかかりました。マップは？あ、でも、つってもこっちも別に何もないか。バイスを見つけて、下か。ちょい戻りでいいか。お、はいはいはい。X を押してチャージして、へぇまあやっぱフィストでやるとちょっと派手なんですね。師匠はすごい軽い技的な感じで教えてくれてたけど。お、いいじゃん。おぉ。モーションの重さがいいね。よし。こういった、ちょっとね、鉄腕みたいな武器って、すごいロマンあるなって僕思うんですけど。へぇ。どうしようもねえな。またの機会にって感じで。おー、ダメ。まず後ろからだな。あいつ倒して、こいつはもう、OK。シールド吹っ飛ばしたね。こっちはいけるかな？上に行けと言ってますが、ちょっとこっちだけ見させてください、左側。小銭が。じゃあ指示通りにちょっと上に上がります。あー投げよりもちょっと早かった。当たっちゃうね。チャージしておいて置き詰め。うん、ここも行けなさそうなので下からちょっと飲んどっか。 OK。 プリスプロでこの鉄板を破壊できる。できたね。おっちょんて。まあ長押しチャージ技ですね。痛そう。痛そうの前にちょっとここ行けねえな。なんだこれ。この坂を登れる気がしない。大きく開けてます。よいしょ。お、閉まっちゃったね。アップグレードか。お楽しみの瞬間ですね。なんだろう。はい、二段飛びですね。よし。まあ、あって本当に助かるなって感じで。いろいろチャージしつつ。はい。搭乗シーム第3期。一応ちょっとだけ目を通しますか。ん？これなんだ？一部の士官はロケットパンチが使えるらしい。
とある武術の師匠、匿名希望に聞いたんだが、彼はその座を見ただけではなく、自身の得意座はブレスブローでロケットパンチを返したんだ。これは戦闘のヒントですね。あ、強そうですね。おっと、ちょ、動き見ましょうか。多分これは、あー、ちょっとタイミング遅かった。悔しい。まあ、返し、あれを返すっていうのが、まあさっきの新聞のヒントだと思うんだけど、タイミング難しいよな。ちょっと止めなかった。二段飛びできるんだから、ちゃんとやんないと。来るか。来たか。あー、遅い。ちょっと飲むよ。飲んだ。まあ、あまりそれを返すことに気にせずに普通に殴ってもいいかもしれない。あ、ダメだ。3段目入った。ね。ここか。行くよー。あー下手くそだな。刺激与えて離脱するかな。ここは決めよう。いやー負けた。無理でしょう。回復中は当然ではありますが、ちょっとリスクあります。もう一回だけやってみよう。これでダメだったらダメだと思う。あ、返した。かっこいいね。お、主人公ちょっと武術もたしなんでるんだよね。今足技とかやってたよね。はい、データ数字を獲得した。これがやっぱバイスだったんだな。いや、開始のタイミング難しいよあれ、実際のところ最後ほんと気まぐれでできたな。結構ジャストミートしないといけないはず。まあ、無理というか、あんまりね、気にしないでも普通に勝てるんで、別にいいなとは思うんですけど、何やっても。まあ、やっぱかっこよく決めたよね。よいしょ。反射前提というわけではないですね。ダメだ。あの赤いライン来るとちょっとビビっちゃうんだけど、弾速遅すぎるから別に気にしなくていいんですよね、これ。よし。二段ジャンプできるから、今度は余裕。よし。逃げた。複数体いるときはやっぱこれが強いかな。うん。盾持ちにはこいつで。あーし、チャージ失敗した。オッケー。多分ここ戻れば師匠行ったところかなとは思うんですが、別ルート見とくか。いや、ここでいいや。ここは本当に普通に綺麗に戻るルートなんだな。二段ジャンプを取得したから、今回は大丈夫ですって感じで上に帰れますね。こっちのルート入ったっけ？行ってみるか。あー、ここ行けねえなーって言ってたところか。いけたね。よかった。どれならちょっと上手だったな。機動レーサー。これ？ポスターみたいなもんかな。コレクト要素ですかね。帰るの大変だと思うんだけど、これ。大丈夫かな。うわー！帰れました。まあいいんです。一度も成功してるから。
看板の一つ一つもできいいから、読み込んでみたくなりますよね。よし。OK。ちょっと帰ってきて。まあ、とりあえず師匠のとこでいいでしょう。師匠がいねえ。ただいま入りました師匠。今回はアッパーブローを学ぶがよい。アッパーとは別ですね。ブローなんだね。で、その間に密かにスキルも習得したい。なんか増えてる。 SP スキルアッパーブロー、スピングブロー、プレスブロー。これは何使うの？あ、ディスクを使うのか。ターミネイト、ターミネイトプラス。へえ。まあ、そろそろ体験版だから終わりそうなんですけど、なんか習得はしとくか。お、ブローを、てか、アッパーが強くなるのか。欲しい。なんか急に増えた。すげえ。ストライク。叩きつけか。エアアタック。ストレージ不足。クラッシュは持ってて。回転いいね。こんなもんかな。拿到更多磁盘就能上回。然你有这铁拳助力，又习得了新的武艺，多谢武师傅教诲，我去了。右侧内屋的暗门用跃升拳打开，可以通往发电站。右側の部屋にある隠し扉をアッパーブロード開けば発音しようにいける。さっきちょうど壊せなかったところですね。この人誰？グリード。老鼠的心，彼此信任。ネズミなんだ。何言ってんの？へぇ。HP ドラッグ。HP の条件が増加する。これもう買っといていいよね。まあ、あと1個で増えるって感じだが。USA2 号機。ウサ2号機か。植物のためデータストレージ。黄金の雨。どうして回顧かっこいい。すごいね。しないしにアッパーブロー覚えてる。まあそれはいいや。あ、これで落ちてよかったか。可愛いじゃん。霍巨城、没见过这样的高手。強者か。なんかめっちゃ身長高いように見えたよね。主人公が割と中型ぐらいだからかもしれないけど。へえ、下行けんの？すご。扉閉まっちゃってたからか。しかし今ガバガバですよね。発電所。なんかめっちゃ遊んでる気がするんだけどいいのかな。ちょっと待って、XXXY。ああ、はいはい。前に行くのか。落ちそうで怖いな。さっき習得したスピニングアタックですね。意外と下がれる。グラすごいな。背景と、ちゃんと自分の足場とかが違和感なく作られてるっていうのはレベル高いっすね。お、いいね、ちゃんと入った。一
痛い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 。ちゃんと下向きの攻撃だと打順中も多分当たる。听说了吗？下城区的首领极恶，居然被个兔子大三家了，修都没法修，直接通缉回收量了。ここさ、ちゃんと、ウサギの単位がさ、正しいものになってるのレベル高くないですか？なんかウサギ主人公のゲームとかなかなかないから、普通に引きって数えちゃいそうなんだけど、すごいね。ピピ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 。おっと、ちょっと待って、普通に強いんだけど、普通に強いんだけど、し、飲んだる場合か。あぶねえ。やだな。まずい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 。普通に連携いいんやこいつら。ターミネイトしてね、一人にすれば大丈夫でしょう。オッケー。便利な腕だな。さ、システムが戻ったのかなって感じですが、なんか強い。